活動休止中だった、乃木坂46のご規制メンバー、本姫名19が11日、グループの公式ブログを更新し、同を再開すると伝えた。岡本は体調不良のため、バラクの間、お休みをいただいておりました。休む、いう決断をするのは、とても怖かったです。9を発表した後も、これから体調が良くなるの。そして、 お休みすることへの不安でいっぱいで、た。ですが、皆さんが届けてくださったたくさん、声が、回復を助けてくれたのだと思いますと、こ続けて、お休みの間、ブログのコメント、出た、などファンの方々の言葉が私の生活の支えに、って言いました。本当にありがとうございます。日より活動を再開させていただきます。今度は私、ラパワーを送る番、としたためた。 岡本は3月31日、公式ブログで活動休止を報告。ご報告と題し、ブログで岡本はたくさんのレターやコメントをありがとうございます。ご心配をおかけし、すみませんと切り出し、ある頃から体調にことを感じるようになり、バースデーライブが終わり、だと、仕事ややるべきことがたくさんあるのにをミスる日が続きましたと明かした。 迷惑をか、られないと、動かない体とずっと戦っていま、たといい、スタッフの提案や配慮も試したもの、どうしても体調が回復せず、うまくできま、でしたと説明。自分が情けないですとしな、ら、マネージャーさんと話し合い、当面の間、の、坂46の活動を、お休みさせていただくことを決断、ましたと伝えていた。報告全文をぶさたして、ります。 岡本ひなです。体調不良のため、しばらく、間、お休みをいただいておりました。休むという決をするのは、とても怖かったです。休養を発表、だ後も、これから体調が良くなるのか、そして、休みすることへの不安でいっぱいでした。です。皆さんが届けてくださった、たくさんの声が、会を助けてくれたのだと思います。お休みの間、ログのコメント、 レターなどファンの方々の言が私の生活の支えになっていました。本当にあり、がとうございます。本日より活動を再開さ、ていただきます。今度は私からパワーを送る番。はい、や、皆さんにお会いし、お礼を言いたいです。私、休業している間、たくさんの先輩方、メンバーから楽をいただきました。焦らなくて大丈夫だよ、休む、いう決断ができて偉かったね。 また一緒にガン、ローネといつも前向きな優しい言葉をかけくださる先輩方に感謝の気持ちでいっぱいで、いつもおうちにこもっている私を外に連れててくれ、夢のような時間を作ってくださる今、もうご卒業された世界一可愛い私の大好き先輩、そしてご帰省のみんな、私が休んでいる間、たくさん連絡をくれて、たくさんご飯に誘ってくれて、まさにありがとう。 みんながライブで頑張ってる姿を見てじっとしてはいられませんでし、岡本くん早く戻ってきてくれって目に涙をめながら顔を下に向けて袖口を掴んできたるのに心臓がキューってなって早く戻らな、やなって思ってました。乃木坂46は本当に温か場所です。もう一度アイドルしたいなってラップしたいな、頑張りたいなって思ってます。 子からもよろしくお願いいたします。ご帰省、来、が発表されました。私も参加させていただきます。から本当に楽しみで仕方ありません。無料、図、体調管理に気をつけて頑張っていきたい、思います。ふつつかものですが、これからもよろしくお願いいたします。お会いできるのを楽しみ、練習頑張るぞ。